ありがとうございます。おではね、キャッチフレーズしたいと思います。はい、あなたと私をつなぐ愛のナンバーは301でミレイキラン。ありがとうございます。イエーイイエーイキラン、ありがとうございます。たくさんコメント、初見さんもたくさんありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、始まりました。今日ミレー公演じゃないんですけど、ちょっと最初にダンス踊ろうと思って踊りました。2曲、いや、カンガルーがそうフルだということを忘れてて、で2番はあの1番のやつをもう1回踊ったんですけど、ポジション違くしました、変えました。そう、ありがとうございます。そう、1曲目の受力シンポシーはあの結構久しぶりにやります。何ヶ月ぶりだろうってくらい久しぶりにやります。で今日あの朝にそうやろうとなって、ちょっと一回自分でイメトレして、はい、よかったんじゃないかなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、じゃあピコ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 、ありがとうございます。皆さん、よいしょ、あ、聞いてください。そう、ベッド見えましたか。そう、あのクリスマスプレゼントにもらったんですけど、ふかふかで、あのベッドね、まだ買ったばっかりなので、まだディスプレイとかできてなくて、そうだからまだ何も飾れてない状態なんですよ。そう、前みたいにポスターとかもいろいろ貼りたかったけど、ちょっとまだベッド寝るところがなくなりそうだったから、まだ貼れてないです。そう、よいしょ、そう、おニューのベッドです。はい、そう、いいベッドです。そう、寝心地がいいです。でもあ、すごい、え、タワー、あ、2つも来てるのかなこれ。あれ、タワー、これ2つってことでいいのかな。タワーですかね、これは。タワー、待って、タワーどこやったっけ、大変、どこやったっけ、大変、どこやったっけな、ちょっと待ってくださいね。タワー、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 え、あったあったあった、ありがとうございます。ありがとう。
ございます。よいしょ、タワーかな、これ2つかな、ありがとうございます。見てくださいね、ドア閉めないでしょ。よいしょ、じゃじゃん、よいしょ、ありがとうございます、ありがとう。3本、あ、本当に3本もありますか。え、本当に、あ、本当だ、え、本当か、あ、本当、本当ありがとうございます。とはとにかくありがとうございます。とはありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、すごいたくさんギフトもありがとうございます。なんか美味しそうな天ぷらみたいな、天ぷらうどん、あ、年越しそばかなちょっと分かんない年越しそばかな、ありがとうございます、美味しそう。あとハートとかもたくさんありがとうございます、嬉しい。あ、そう、タワー、タワー、あ、熊タワー2本とお城タワーが1本、すごい、ありがとうございます。はい、ということですね、そばですね、はい、あ、ありがとうございます。初見さんもたくさんありがとうございます、嬉しいギフトもありがとうございます。はい、ということでですね、テロップにも書いてあると思うんですけど、この前のあの新世代コンサートで12月19日に行われた新世代コンサートの発表で昇格、10期研究生の昇格がありまして、私はチーム E さんに昇格させていただくことになりました、ありがとうございます。そうなんですよ、ありがとうございます。皆さん1月15日から正式にチーム E さんに加入ということで、加入所属ということで、はい、もうすごいすごいです、もうなんかありがとうございます。そう、研究生のね期間が2年でやっとですね、ありがとうございます。そう、まだあれから2週間くらいしか経ってない、すごいすごいですね、びっくり、まだ2週間、全然2週間って感じじゃない、もうなんか1年前くらいの記憶です、もう。え、なんかすごくね楽しかったです。12月いろいろありすぎてちょっと1年分過ごしたんじゃないかなってあ、すごい、初見さんたくさんおめでとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。そうなんですよね、かわいい、ありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。そう、見でいいってことにも気づきました、あとあと、そうなんです。そう、12月はユニット公演から始まって、最後のイベントがあの超クライマックスでした、アットジャムでした。長かったですね、頑張りました私は。そう、冬の野外イベント、そう、衣装が最初、衣装は最初違ったんですよ、あの超クライマックスの衣装は最初がなんか長袖だったんです。いやー、だからまあそりゃそうだよなって思ってたんですけど、急に衣装変わったって聞いて、でまあ半袖ではないだろうと思って見に行ったら、こっち半袖で、私こっち長袖なんですよ、もう寒暖差すごくてそう、でも頑張りましたよ、やりました、踊りました。そう、初めてあのユニット曲をね披露するユニット、初めてのユニットが2つありました、あの、まなたしさよならとハングリーライオンです。そうね、ハングリーライオン、そう、まなたしさよならもね、なんかハングリーライオンずっとあの踊ってみたいなと思ってたんですよ、なんか覚えるの難しそうだなと思って、でフリーでしたら案外やっぱ難しくて、あの他の先輩もすごい難しいっていう話をしてて大変。あ、カイロ貼りましたよ。そう、カイロ貼ったんですよ。あの、そう、なんか、その、リハーサルの前に、コンビニに行ってきたんですよ。で、その時にカイロを買おうと思って、で、すっごい大量にカイロ買ってって、2袋くらいカイロ買って、そう。で、楽屋もなんか、なんだろう、ヒーターだけ、そう、ストーブが、2つだけ置いてあって、でもみんな、そこに、円になって座ってあったかいってやってました。そうなんです、
なんで片方半袖やねんって思った。いやなんかでも見たことあるんですよそういう衣装、半分長袖で半分半袖っていう、アシメっていうのかな、アシメかな、なんか言ってた気がする、アシメアシメアシメって言ってました、それ衣装さんがアシメって言ってました。そうで、なんか前流行ったんだよって言われて、あそうなんですねって話をしてて、そうでも可愛いんですよねすごくあの衣装、絶対夏に着たらものすごく映えると思います。の海とかに行って踊ったらすごい映えそうだなって思ったんですけど、ちょっと冬にはねちょっと寒かったかな。そうアシメトリー、そうそうですそうです、大将、そう訳してアシメ、そう可愛いけど、そう着る方は大変、そうなんですよ、そうなんですそうなんです、すごい大変で、もうリハーサルもレッスン着本当は下に着込んでたんですけど、もう寒いからレッスン着はやめようと思って、もうそのまま私服のままやりましたね。そうです、寒すぎて、あれはちょっと無理ですね、カイロだけで足りなかったですね。でも踊ってれば暑くなると思ったんです、最初も思ったんですよ。でも出てから何曲踊っても汗もかかないし、逆にもうまんまそのまんまだしみたいな、私汗っかきなのに全然汗かかなくてちょっとびっくりしましたね。さすがにあの寒さには勝てませんでした。終わってからも寒かったですもん。そうで、その前の日前日くらいに雪降ってましたもん。だってそんな次の日なんてもう寒いですよ寒いったらもう、そう今日も雪が降ってたみたいでねえ、うん寒かったですよ。でも逆にあのファンの人も寒いだろうなと思いながら見てました。なんかごめんなさいと思っても寒そうだなって思いながら、そうなんかマヤさんも言ってた通り、もうペンライト振る手がカタカタカタそうねえ、そう、あ配信で見てた方も、そうだ配信で見てた方、ちょっと暖かい中で、それが一番ですそれが一番ですよ、風邪ひかないようにね、暖かいお部屋で、それが一番ねえ、もこもこにして見てました、いいな、私もこたつに入りながら見たかったなね、そうなんですよ。で改めて、そう12月はいろいろありました、ユニット公演、あセーブありがとうございました。ユニット公演の結果3位でした、ありがとうございます、ありがとうございます。いやもう楽しかったです、ユニット公演、あのわがままな流れ星を須田あかりさんと一緒にやったのがもうすごく印象に残っております。ね、でもすごいたくさんの票が、優勝はできなかったんですけど、すごいたくさんの票が入ってて、もう本当にありがたかったです、ありがとうございます。そうもう嬉しかったです。でもまた一緒にあのメンバーで公演やりたかったなっていう思いもそうなんですよね。1位のスイートムーンの皆様おめでとうございます、楽しみ、また公演をやるってことですもんね、だって得点で、楽しみ、それも見たいと思います、しっかり。そうね、なんかすごい昔に感じる、もうわがままな流れ星をやった日が、わがままな流れ星もったいぶってる間にうん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 、あそうそう、アナンちゃん、そうなんです、アナンちゃんスイートムーンなので、アナンちゃんとミクルンが10期生からは、楽しみ、すごい楽しみです。アナンちゃんの彼ハミータ見ましたよ、可愛かった可愛かった、そうめっちゃ可愛かったです。そうもうすごい楽しみですね、スイートムーンの皆さんの公演がすごい楽しみ。そうね、そしてそれが終わって急いでコンサートの方に取り組んで、コンサートありました、コンサートもシース大コンサート2021、皆さん
見てくださいましたか？ありがとうございます。もう皆さんたくさんね、あの会場に駆けつけてくださった方や配信を見てくださった方もすごいありがとうございました。もうすごく、なんだろう、なんか、いや本当にもう結構前のように感じる。まだその2週間前っていう、すごいですよね。もう1曲目からもう楽しかったです。あの頃の君を見つけたから、いろいろと感動しました。配信で見てくれ、配信で見ました、ありがとうございます。そう、配信のあの非公式チャンネルさんの方のあのコメントが面白くって、そう本当に面白くって、もうずっと笑ってました。アーカイブ見てて、そうまだ、そうまだアーカイブが見れるので1月9日までアーカイブ見れます。皆さんぜひチェックしてください。そう、いやもうすごいいいコンサートなので、あと100回くらいは皆さんぜひ見ていただけるとそう、おばあちゃん、そう最初はおばあちゃんじゃなくて、なんか新生っていうことで、なんだろう、最初一人ずつアップになっていく。そう、あの時なんかかっこいいのって言われたんですよ。かっこいいポーズ決めてくださいみたいなこと言われて、あ、初見さんこんにちは、ありがとうございます。そう、かっこいいポーズをなんか決めてくださいみたいなこと言われて、でなんか可愛いポーズダメって言われたんですよ。え、どうしようと思って、なんかキラーンやったら可愛いだろうなと思っちゃって、だからやっぱ髪生かしてこれにしようかなって思ったら、後でアーカイブ見返したら、まあまあ良かったんじゃないかなって、どうなんだろう、わからないですけど、まあ、ドヤ顔頑張りました。はい、頑張りました。そうで、その後にあの頃から始まって、いろいろあってからの寸劇ですね。寸劇頑張ったんです私。いやもうあの本当に最初なんか青海さんの足を蹴るっていう、ひなのさんの足蹴るみたいなことを言われた時に、本当に蹴るのかなとか思って、なんか台本も来た時に、本当にひなのさん蹴るのみたいなことを思ったら、なんか蹴ったふりをするみたいな。でもカメラワークめっちゃ良くなかったですか？あれめっちゃ私蹴ってるように見えましたよね。蹴ってないですよ、蹴ってるように見えましたよね。すごかったですよね、ポーンって蹴って。そうびっくりしました。そうで、その後のひなのさん大丈夫ですか、もう頑張りました。私もともと声張るのちょっと苦手なので、頑張って声張って、いやひなのさんの演技上手すぎて本当にびっくりしちゃいました。そうもう本当に上手と思って、だって私超絶可愛いシーンのところからもう、そうそう思っちゃった。そうなの、そうなの、ビビったよね、やっぱビビったっていう人多いですよね。いやそうですよ、そりゃね、びっくりしましたよね。いや焦ったってコメント多くて、でもやっぱまあ、あバレてしまうだろうと思ってましたけども、ひなのさんのいたたたた、わざとじゃないんですのところでも多分バレてるだろうなと思ってましたけども、そう、え、みおちゃんが聞いてください、なんかみおちゃんの演技、あ、初見さんありがとうございます。そう、なんかみおちゃんの演技をみおちゃんが演技やるってなって、で台本配られた時にみおちゃんがびっくりしてて落ち着いてください、深呼吸です、スーハースーハーってのをやってたんですよ、リハーサルから。でも面白くって、え、可愛くって本当に、そうなんかもうめっちゃ可愛くて、あとムスッとした表情をするっていう演技ももうすっごい可愛くって、慣れてない感じがめちゃくちゃ可愛かったです。そう、あ、ありがとうございます初見さん、そう、あ、初学ありがとうございます。そうなんです、そうもう面白くって本当に、そう落ち着いてくださいそれのその次のキミエさんの石井ちゃんは落ち着いてるよもうあのくだり好きすぎて、そうめっちゃ面白かったですね。あのでその後のね対決ブロックもね、あの赤と青っていう感じで分かれてて、私たちは赤組でネモハモルーマをダンスで踊らせていただきました。で青チームはウザを踊って、そうなんです、もうバチバチですよ、もう
リハーサルもすっごいこのブロックやることになっててどんだけやったかもう数えきれないです。でもフリーの時間はたったの2時間っていう、そう、それでやったのでもうめっちゃ大変でした。本当に301ルーマーくらい、そうですね、1ルーマー、2ルーマー、3ルーマー、4ルーマー大変、そう、もうそれくらいね頑張りました。なんかネモハモルーマーと、ネモハモルーマーウザ、ネモハモルーマーウザっていう対決だったんですけど、こういう順番が、踊る順番がで、3回目にネモ、違うな、2回目のネモハモルーマーの時にこういう新規振り付けがあったんですよ。普通のネモハモルーマーにはない振り付けを今回入れてもらって、それが難しくていや、もちろん本家さんの振りもすっごい難しいんですけど、もうそれ以上になんかもうわけわからんことになってて、ダンスが、しかもそれの振り入れがめっちゃ短かったんです。そこの部分の振り入れがあんなに難しいのに、もうそれも大変でしたね。いやうざは覚えてないですよ。でもこうやって見てると、横に見てるとだんだん覚えてくる方なんですよ。そう、どんな感じかなっていうの。あ、揃ってて嬉しい、あ、よかった、揃ってたんだ、嬉しい、ありがとうございます。そうそう、でこのその後のこういう手の動きがあるんですけど、ここも揃えるの大変で、もう鏡見て何回も練習して動画撮ってもらったりとかしてて、そう大変でした。ウザのドルフィンすごい、本当にウザのドルフィンすごいなって思います。絶対私あれできないです。こけます。あ、多分練習したらできるようになるのかもしれないんですけど、多分今は絶対できないです。あれやり方わかんないです。いや、なんか逆立ちできないので、私なんか手の力ないので落ちちゃいそうすぐ落ちちゃいそうです。そうなんですよ。そう大変でした。でもすごいね、すごいいいって言ってもらえて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。衣装も可愛かったですよね。なんかネモハモルーマーって感じの衣装でした。その衣装見た時に、え、これネモハモルーマーじゃんってすぐ分かりました。それくらいね、可愛い衣装でした。かっこかわいい。そうで、いろいろありまして、何があったっけ、青空カット、あ、違う、また寸劇が来るんだそう、ここでひなのさんだって本当のアイドルですよって言って、みんななんかバトルしてたけど仲直りして、SKE48 のバラードバージョン、皆さんすごいですよね。あれ、私たちも最初にセットリスト見て、 SKE48 バラードバージョンって書いてあった時に、え、バラードバージョンって何と思って、いや、なんかびっくりしました。本当になんかいつもこうやって元気よく踊ってる感じでだったから、びっくりしちゃって、そうで聞いてみたらすっごいバラードだったっていう本当にあれは多分初めてなんじゃないかなと。いや、皆さんそれ思いますよ、なんでこりゃって。そりゃそうですよ、思いますよ、皆さんびっくりしましたよね。でもごめん、そこなんか笑ってしまった。いや、会場も笑ってる方結構多くてそうだよなって思いながら歌ってました。でその後にピノキオ軍が来るという、そう、ピノキオ軍あんな大人数でやるの初めてだったので、あんなに移動が大変だとは思わなかったです。いつも劇場でやってたから普通に誰ともぶつからずにやってましたけど、もうリハーサルすっごいぶつかっちゃって大変でした。楽しかったです。でも初めてのセリフ言えたんですよ。ピノキオ君、鼻高くして全身のところ、そう、でもリカちゃんほどテンション高くは言えなかったです。やっぱリカちゃんすごいなって思います。そう考えるとリカちゃんのピノキオ君のセリフはもうすごい、本当に。いや、私言えるかなって不安で、もうリカちゃんに変わってって言いましたもん最初できるか分かんないって言って、そう
そうやって言ったんですよ。もうそれくらいで、その後に青空片思いが、はい、多分初披露なんじゃないかな。そうで、最初にあの舞台監督さんから、ルーさんと私で2人でいた時に、ヘッドマイクかハンドマイクどうするっていう話をされて、あ、これこの前のショールームでもしたかな。でその時に、いや、やっぱり MV 通りにしたいからヘッドマイクでお願いしますって言って、そしてヘッドマイクになりました。でここでちょっとポイントなんですけど、ハンドマイクだと「あー音像だ」ってなるんですよ。でも両手だと「あー音像」後ろから回すんですよ。すごくないですか。そう、振りが違うって、そういうやつ。そうです、そうです。こっちかこっちかで違うんですよ。でそこが混ざっちゃって大変でした、いろいろ。私ずっと、もう最近ずっとこっちしかやってなくて、マイクバージョンであの名古屋大感謝祭の時にやったんですけど、やべ、こっちだけこっちだけみたいなことになって、そう、難しいです。あー、お空かた、正直マイクない方が私はね、いいなって思ってます。そう、わかりやすくて。最初こうやって回しちゃってて、そう、注意されたの覚えてます。そうだと、そう、ややこしいんですよ。でもすごい明るくて楽しかったんじゃないかなって思います。そう、ルーさんのあのそう、準備が整ってなくて、そのこの前の振り返り配信でも話したんですけど、どうぞって来るじゃないですか。でそれでみんなスタンバイするんですけど、その時にまだいなくて、舞台裏に、大変で、私の目の前ルーさんいないと思って、一生懸命呼んで、もう帽子も頑張ってつけてました。そう、大変だったっていうのを。でもギリ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 間に合ってよかったです。そうなんですよ、そう、ギリギリ間に合ってよかったなっていうで、それが終わって、次は私なんだっけ、あ、フラワーだ。あ、そう、フラワーをソロは2回目としてやらせていただきました。はい、今回はフラワーを歌わせていただきました。1回目はあのジュリナさんの卒業コンサートの武士のバラードを歌わせていただいて、2回目はこちらのフラワーを歌わせていただきました。その曲ありがとうございますね。え、もうすごい緊張しちゃって、なんかもう声震えちゃいました。そう、難しかった。そうなんです。そう、最後のあの最後じゃない、感想の部分で花びらを吹く、そう、花びらのシーンがあったんですけど、あれ本当にリハーサル難しすぎて時間が足りなくて、もうチンチンチンって吹くんですけど、ポケット取り出すところからもう難しくて、まずポケットがどこにあるか分からなくてそう、リハーサルめっちゃ戸惑っちゃって、もう何回も練習して、で本番一番いいものを出してよかったです。本当にどうでしたか。ちゃんとカメラ目線で私頑張ったんです。だから配信の皆さんは、私がちゃんとカメラ目線のところ見えたかなって思ってます。そうそう、そうなんですよ。あ、初見さん、こんにちは。そうそう、でポケットに、そう、ポケットが本当に分かんなくて、白いスカートでポケットも白だから、もうどこにポケットがあるのかも分からなくて、まあ適当にここかなって言って出したらちゃんと合ってました。そう、いや、それが聞いてくださいよ、ポケット見ずに出してって言われて、花びらを、えっ、と思って、絶対無理だと思ってやってたんですけど、なんと本番できました。素晴らしい。そう、2階からでも綺麗に見えて、わー嬉しい、よかった、ありがとうございます。そう、めっちゃ吹きました、ちゃんとふわって、よかったです。え、なんかすごいペンライトみたいなのもすごい画面に出てる、すごい動くやつかな、すごいギフトありがとうございますすごいなんか虫みたい
すごいすごい、あー怖い、虫、あー虫、あー虫だ、あー虫、虫虫虫虫虫、おー消えた、あー虫虫、ありがとうございます。そう虫、あ、私のサイリウムから振ってくださって嬉しい。いやもうなんか、すごいすごい、いろんな色が来てる。あ、非公式、そう非公式チャンネルさんの虫は大変でした。あ、かわいい、すごい。でもこうやって見るとかわいい、綺麗な色、かわいい、かわいい、これかわいい。そう、罰ゲームもう思い出したくもない、もう本当に虫苦手すぎて、もう虫が無理、本当に無理本当に虫無理、もう本当に本当に無理。本当だあれ、そうなのかな。え、私のとこ、あ、え、私の画面にはすごいもうペンライトがね、もうフリ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 してて、もう虫が、あ、本当だ、本当だ。あれ、皆さん見えてます、このなんかペンライトがうわーってなってるやつ、綺麗なんですけど、そう画面がついてないみたい、画面私だけかな、見えてるの、あ、見えてる、見えてますよね。あれあれあれ、なんだろうね、なんでだろう、ね、見えてますよね。あ、また来た、ありがとうございます。あ、すごいすごい、すごーい、かわいい、紫多い、嬉しい、ありがとうございます。あ、見えてるんだ、え、なんでだろう、すごーい、かわいい、紫、ピンク、水色、かわいい、かわいい。え、これ全色あるのかな、色のバリエーションが気になる。すごい、そんなにあるんだ、私の色が、すごいですね、すごい余裕あるんですね。あー、設定でオフってなってると見えないですね。そうなんですね、なるほど。そう、あ、そう、フラワーの花冠もあのルーさんが冠つけてほしいなってささやいてたので、私が衣装さん花冠お願いしますって言って花冠につけてもらいました。あ、給食もあるんですね、すごい、給食もあるんだ、このペンライト、すごい、でも全部綺麗、きっと綺麗。あ、赤色だ、あ、かわいい、あ、黄色だ、かわいい、かわいい、あ、白もある、これ白、白じゃなかった、あ、オレンジもある、え、緑もある、かわいい、あ、白、あやべやべえ、綺麗、全部綺麗、いいなすごい、全部綺麗、すごい、かわいい、全部合わせたら虹色、綺麗、あ、なんかすごい、何色が好き、え、全部好き、もう全部好き、正直もう全部好き。でもなんかこの前虹を見て、ですっごい虹綺麗だったんです、そう、それで、あ、色っていいなって言いました、思いましたね。あ、虫ではないよ、あ、大丈夫です、分かってます、ありがとうございます。あ、すごい、花火もついてる、綺麗、ありがとうございます。え、綺麗、そう、虹って綺麗ですよね。いや、聞いてくださいよ、この前のあの学校の登校中に空見たら結構みんな騒いでて、で空見たらあのもうあの半分、半円じゃなくてもう180度の、ん、半円違うの、なんて言うんだろう、なんかこうやって丸くなってるやつとこういうだけの虹あるじゃないですか、なんかもうぶり、もう180度に なんかなってる虹、そう、半円か、それが半円です、半円の虹、もうこういう虹を見れて、え、綺麗と思って、そう、分度器のみたいな虹です、見て綺麗と思って、そう、え、でも
そう、紫入ってなかったんですよねそう、私のサイリウムから入ってなかったです。そう、え、何が入ってたっけ。逆になんか水色も入ってなかったです。あれ何入ってたじゃん。赤と黄色と赤と黄色、赤、え、青、あ、緑は入ってた気がします。なんか赤が一番上で次黄色だったんです。もうそのイメージ強すぎて。そう、虹に紫あるんですか。あれ、じゃああったのかな。薄い紫だったのかもしれない。それから虹の色好き、綺麗なんですよね。結構好きなんですよね。そう、あ、虹の紫見えにくいんですね。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。いやー面白かった、さっきの再現。いやー面白かったな、うん、あ、赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、うん、紫、あ、外側からそうなんだ。あ、あれ赤オレンジなんだ。あれ赤黄色かと思ってた。あれれれれ、まあでもね、面白かったです。綺麗でした、とっても。そう、こういう虹と、あとこういう虹が2個もあってびっくりしちゃって、え、すっごい綺麗ってなりました。そう、赤、そう、赤、そう、赤、黄色、青みたいな感じだったんだ。俺覚えてないな、紫ね。まあそうです、まあいろいろあったんですね。いろいろあったというお話ですそうそうダブルレインボー、そうなんです、ダブルレインボーでした そうだね、まあね、そうなんです、そうなんです、虹だけにいろいろ、そうなんです。まあ虹が、そのだから虹の色は好きです、全部。そう、虹の色が好きです、手だけです。ただレインボーマン、そうです、レインボーマンです。そう、虹は好き。あ、虹は、まあ、おやつの前ということで、まあ好きっちゃ好きですね。そう、虹に虹を見る、素敵。そう、あ、そうね、谷まりかさんです。そうですよね、サイリウムからレインボー、めっちゃ綺麗と思って。いい色ですよね。で最近なんか美術やってて、で美術で絵の具使う、あの作業やってるんですけど、いや、なんかすごいいろいろ色あるじゃないですか。で最初にまあ自分のサイリウムから出すわけですよ。まあちょっと好きな色使っていいしと思って、で次に、でなんかそのサイリウムから出すじゃないですか。でシンメトリーの、あ、アシンメトリーの絵を描こうみたいなことになってて、で私の色めっちゃ綺麗だったんですめっちゃ綺麗に描けていいじゃんって思ってました。そう、めっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗、そう、紫ピンク水色って綺麗じゃないですか。すごいすごい綺麗と思って、綺麗だなって思ってました。あと、あの、そう、紫、そうそうそう。でその後に今度なんか先生からの指示で、何色だったっけ、あー記憶がなんか三原色あるじゃないですか。三原色を使ってあのやる絵を描くっていうのがあって、マゼンダマゼンタシアンみたいなありますよねそう、とりあえず三原色使って描いてて綺麗だなって思ってました。三原色、そう、色、マゼンダじゃなくて、マゼンダじゃないです、マゼンダじゃない、マゼンタ、マゼンダじゃない、あ、マゼンダ、あれ、あ、そう、あ、岩澄さんの三原色、それもありますね。で、あの音めっちゃきれい、めっちゃいい。あ、マゼンタ、シアン、なんだっけ、リアンじゃないよ、シアンだよ。プリン大気ちょっと、プリン大気って何、あ、プリン、これわかんない、なんだっけな。でもなんか赤と
あれなんかありました。あ、混ぜたシアン入れよう。いや、いい じゃないのよ。だからリアンじゃないの、シアンね。うん、あんま似てないから、リアンとシアン。リとシが違うだけ。あんまリとシが違うだけ。確か。混ぜんなリアン。混ぜんなリアン。混ぜんなリアンもやばい。ミレイちゃんは落ち着いてるよ。イジイちゃんも落ち着いてる。あ、面白い。そうね。うん、そう。リアンではない。そう、リアンではない。そう、リアンではないんだけど、そうそう。で、三原色も使ってやるって綺麗だったんですよね。なんか絵の具の色見てたら、あ、やっぱ綺麗だなってなりました。え、でなんかこの前混ぜてみたんです、色を。どんな色になるかなと思って。そう、なんか結構色々混ぜたんですよ。赤と青と黄色とピンク混ぜたんです。何色になったかなってなったらグレーになりました。え、ああいうのってもっと綺麗な色になるのかと思ってたら、なんかすごい排水口の色みたいになっちゃって。排水口の色、あとドブ色ちとドブ色になっちゃって。でもいろいろ混ぜたのに悲しかったですね。うん、あー、そうなんです。そう、パレット、そのあるじゃないですか、パレット、パレットあるじゃないですか。そのパレットを放置してたんです。学校にずっと置いてたんです。やっぱ忘れちゃったらあれだしなと思って、それで最終的にすっごい全部汚くなっちゃって、そのまま持って帰ってきたら、もう自分で最初洗おうと思ったんですよ、水で。もう全然取れなくて、赤色渋かったです。赤色渋とかったです。もうなんか使い切れてなさすぎて、もう出したまんま固まってるんですよ。だからもう爪に赤い、爪が赤くなっちゃって、そうなんかその時なんか赤色をよく使ってて、でその赤色一回、まず一回目出すじゃないですか。でそれで使うじゃないですか。で二回目出したらチャイム鳴っちゃって。で、あ、もう終わりかと思ってそのままにしちゃったんですよ。でそしたらもうお湯で洗っても全然取れないし、しかも爪に入ってくるし、もうずらたんって思ってたら、お母さんがね、ゴシ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 と漂白剤じゃない、お湯で洗ってたらしいでございますっていう情報が手に入りました。そう、もうね、すごくね、洗っていただいて、もうでもそれでも結構まだなんかついてました。もう汚れがついちゃって、染みついちゃってて。あ、初見さんありがとうございます。そう赤綺麗、赤も綺麗、確かに赤も綺麗。そう、この前なんかはやかちゃんかな、はやかちゃんのペンライト見たときに赤色あるじゃないですか。え、めっちゃ綺麗と思って、そう、赤色めっちゃ綺麗だなと思って、そうそれからね、赤色いいなって。赤色のペンライトめっちゃ綺麗じゃないですか。なんか濃い色すごい綺麗だと思って、なんかピンクってなんか濃いピンク、薄いピンク、いろいろあるけど、なんか赤って赤じゃないですか。薄い赤とかあんまなくないですか。なんか赤は赤って感じじゃないですか。あれ、そんなことない。いや、サイリウムは変更しませんよ。多分変えたくはなってないです。大丈夫です。
間に合っております。赤とオレンジ似てる、あー確かに、でもなんか濃い赤と濃いオレンジだったら全然違う気がする。あ、そう須田さんの赤、そう須田さんの赤も綺麗だなっていつも見て思ってます。朱色、あ朱色とオレンジに似てますよね結構ね、朱色とオレンジに似てる。エリング可愛いね、ありがとうございます。そう赤色ね、赤色綺麗なんですよね。そう綺麗ですよね。でやっぱ虹色にしようかな私も、レインボーレインボー。そう、あ赤日本、あゆずきさん赤日本、あそうなんだ、赤日本綺麗、赤も綺麗だし、あ改めていろいろ綺麗ですよねペンライト。そうピンクも、そう大岡さんとかね濃いピンクと薄いピンクで使い分けてたりとか綺麗ですよね。あとみずきちゃんの黄色も綺麗です。そう黄色も綺麗、黄色も綺麗だし、みおちゃんの緑も綺麗みんな綺麗じゃない、そう黄色も好きなんですよね、なんかひまわりっぽくて。そうあ黄色一本、あまきこさん黄色一本、なるほど、みんな詳しい、すごい。なんか白も綺麗、そう白も綺麗です。なんか白って何にでもなれる色って感じがして綺麗です。で黄色も綺麗だし、それこそ SK カラーのオレンジもすごい綺麗だし、そうね全部綺麗ですよね。やっぱでもこの前のを見て公演、やっぱ赤優勝やなって思いましたね。赤綺麗だ、赤綺麗でした、いや赤綺麗でしたよ、すごく赤綺麗だった。赤も綺麗だけど、でもピンクも負けてないんですよね、紫とかも。あ、赤がありがとうございます。ペンライト。紫もありがとうございます。すごい可愛い。あ、ピンクもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、水色もありがとうございます。え、綺麗。綺麗すぎ。え、綺麗だったよ。ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。赤、ピンク。あ、すごい綺麗。綺麗癒される。ありがとうございます。そう。1位は、いやでも1位はないけど、でも赤綺麗だなって思いました最近。あ綺麗、赤も綺麗、ピンクも綺麗、青も綺麗、青、まあ、水色かな、まあ、水色も綺麗、うわーすごい綺麗、あ白も、あすごいたくさんある、あありがとうございます、ありがとうございます。さっきは虫って言ってたじゃん、それはいいんですよ、虫じゃないです、もうすごい綺麗なペンライト、でもかわいい、綺麗、全部綺麗、やっぱね、そうなんです、もうペンライト、でも私も、いやでもやっぱ私のサイリウムカラーの紫ピンク水色はなんか色合いが綺麗なんですよ。そう一つ一つの色にすごい思い出があるわけではなくても、なんか3つ揃えば綺麗なんですよ。そうありゃありがとうございます、ほらそう。だからここに赤入れても違うと思うんですよ。そう黄色とか入れても違うんですよね。なんかこれが綺麗なんですよね。そうこの色がね3つが綺麗なんですよ。そうそういうことです。でも個人的に最近は赤です。赤ビビッときます。赤ってなんか男女からの支持が強いというか、男の子からも女の子からも綺麗みたいなね感じがしますよね。ですよね。まあねね、オレンジも綺麗、黄色も綺麗、みんな綺麗。やばいな、これは赤にサイリウムを変更に見てください、こちらもすごい綺麗です。やっぱこの色ですよね。
でしょそう、このバスケットなんか花火で顔隠れちゃった、よいしょ、 ありがとうございます。ペンライトも赤5本にすれば真っ赤になるよ。怖いこと言わないでください怖いこと言わないでください。怖い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 、ね、綺麗ですよね。そうです、はい、まあね、色が綺麗ということで皆さん綺麗ですね、色はい。ということでクイズしようかなって思ってるんですけど、クイズしたい方、はーい、じゃあします、いきます、はいはい、じゃあいきます。じゃあ何にしようかな、多分これメールで言ったかな、チャイムアラブソング、チャン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 、私もう忘れちゃった、私答え忘れちゃった、これのチャイムアラブソングのはチャイムアラブソングの踊った回数、12月中に、あとポジション、何ポジションやったか皆さん当てれますか。ちなみに踊った回数と何ポジションかは同じです。何回でしょうか。あ、皆さんちゃんと自分で考えてくださいね、コメント欄見るの禁止ですからね。チャン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 、あ、ちなみに12月中にあったイベントは、あ、5回ですね、5回やりました。12月にはユニット公演、研究生の公演、大感謝祭、名古屋大感謝祭、審査台コンサート、あとアットジャムクライマックスがありました。てんててんてん、はい、じゃあ正解を発表したいと思います。おー、正解はでげ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 4回ですよ。12月中に4回もポジションを覚えたんです、チャイラブの。ちなみにどこを取れるかというと、授業中でも気になってしまう、かっこよすぎるの通りと、あと立てた教科書、先生の視線盗んでチラリのところと、あ、今2個でしたっけ、2個しか言いませんでした。あと何を取ったっけ、あれあれ、ええ、待って、でクライマックスどこで、どこのポジションだったか忘れちゃった、え、待って、やめやめ、ちょっと待って、ちょっと踊ります、思い出します、2箇所じゃないです、あ、そうだ、あ、ごめんなさい、今固まっちゃいました、充電がもうないって言われて、やばいやばい、思い出しました、あの2番の中には挟んだ距離は風で声がの2番からの歌割りがあって、あともう一つがあの歌割りがなかったところです。そう、合計4箇所、4箇所、あ、聞こえてました、大丈夫かな、4箇所です、やっぱ4箇所でした、はい、そうで、ちなみに言うと12月を数えないで言うと、あのもう一つポジション覚えてて、向かいのセンターのポジションをいいってやってました、はい、なのでまあ合計5個を覚えできますね、チャイラブは。
もうチャイラブームやりすぎちゃったのでもういいですって感じです。お腹いっぱい。はい、で次に多かったのは何でしょう。でれれ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 、皆さんどうもどうもどうぞお考えください。もうやだ。んん、あーちっ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 ちのち充電しに行きます。雨倉です。よいしょ。チッ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 チ帰る。ペコペコみペコペコ。あ、ダメだ、ダメでした。あ、わかった、いいこと思いつきました。ちょっと皆さん待っててくださいね。これをこうすることによってなんと、カエルペコペコみペコペコ、三つ合わせてみペコペコペコ。はい、正解発表します。枕、正解発表します。イエーイ。正解はドゥグ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 、テン。12月のあの曲といえばテン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 、12月のカンガルー、カンガルーでした。12月のカンガルーです。そう、12月のカンガルーが次の多かったです。どこでやったかというと、どこでやったっけ？ん？あ、じゃあ、いやいやいや、新世代コンサート、名古屋大感謝祭、アットジャムでした。その3つで見れました。え？ってことは詩人もそうじゃない？あ、ごめんなさい、詩人の方も同じです。イエーイ。詩人もそうということでした。12月のカンガルーでした。でした、でした、でした。まあ両方正解です。両方正解。そうで、12月のカンガルーは新世代は、あのさっきやってた冬の街はモノクローム、空気は澄み渡ってると、あと大感謝祭でやったのが、あの僕が着てるダルコートニーの部分と、あとあとあとアットジャムで思い切り抱きしめてのところでした。3つ覚えてます。ちなみに詩人もそうです。詩人は新世代はこれやったっけ、あ、センターのポジションをやらせていただきました。で、大感謝祭はん、大感謝祭やってる、あれ、なんかやってない記憶あります。え、やってなくないですか私。あれ、やってたっけ名古屋大感謝祭。いや、やってない。ということで詩人脱落第3位。あれ、え、詩人やってた、やってないですよね。確かに大感謝祭やってないかも。ですよね、脱落。うん、3位ということでなかった。確かに、確かになかったです。え、なかったですよね。あれ、あったかな。私、あの
あのポジションしかやったことないと思って。あ、公園でやってるから3回なのか。なるほどなるほど。あ、じゃあ3回でいいんだ。復活、復活だ。ってことは詩人どこやってる。あ、公園はあの3番目のポジションやってます。いぬけなしじゃないくにのところのやつやってます。そう、こっちにカメラがあると分かりにくいな。カメラがどっちの、こっちも一応癖がある。そうなんです。うん、詩人は3回です。あとアットジャムではあの 2番手のポジションでした。あ、確かにあの君も多い。え、あの君多い、全然入れてなかった。あ、でもアットジャムでやってないから、大感謝祭、新世代、公演、ユニット公演、4回1位だった。やばい、並んでた。やばい、サイラブと並んで1位です。すごーい。ちなみに片思いファイナリーも多かったです。片思いファイナリーは名古屋大会主催、アットジャム、新世代、3回これも。すごーい、どんだけ覚えたんだって感じです。そういうことになりますね。あの君めっちゃ好き、嬉しい、ありがとうございます。あ、なんかあの君を見つけたんだ、知らぬ間に目で追ってた。試験さん、ありがとうございます。ちょっと3時のおやつ取ってくる。いいな、私の3時のおやつないもんな。いいな、まあでももういいや、食べなくて。考えてみたけど、ルックスが似ているわけじゃなくて、うつなさ、今日なんかめっちゃ顔が漏れない、なんでだ。もっと後ろにしよう、これでいいかな。あ、みんなすごい、みんな私の影響で食べましたって人多いな。おやつね、おやつね、あいつね、おやつ、おやつ、おやつな。そうね、私もおやつのね。あ、初見さん、ありがとうございます。おやつはよくメールで送ってますよね、確かにね。おやつね、美味しいですよ。そう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 、そうそうそう、最近ピノ食べないの。そう、ピノはちょっと冬で寒いのでちょっと食べないって言って、昨日スーパーカップ食べてた人がちらほら。あれ、あ、髪長っ髪長い。そう、やっぱ近いもんね。ドアップ、ドアップ、ドアップ、うん、なんか違うな。こっちかな。もういいや、もう、あ、いいや、汗汗。何だろう、あと何かあるかな。あ、そう、勉強も頑張ったんです私勉
勉強も頑張りました。今年を振り返ってみると、6年生は全然しなかったのに、通知表なんて別にどうでもいいやって思ってたのに、中1から急に頑張ろうっていう気になって、頑張ろうって思ったんですよ。そして毎回毎回苦労を重ね、もう半年、いやもう1年経った、いやまだ経ってない、あと8か、あと3ヶ月か、苦労を重ね、エシミでついに通知表良くなりました。これは自分のおかげです。これはね、努力の結晶ということで頑張りました。通知表が良くなって嬉しかったです。とてもとても嬉しかったです。1学期も成績で満足してたけど、2学期もっと頑張ろうと思ったら、なんと伸びました。でも副教科やばいです。副教科を頑張ります。そう、実技頑張ろうと思って頑張ります。でもよく頑張りました。2年生も頑張らないと。そう、なんかもう毎日時間なくて、もう追われ追われでちょ、おいおい、ちょ、なんか追われてて、テストが待てーって走ってくるんですよ。で私がでも仕事も待てーって走ってくるんですよ。私はどっちも、待つよって言いながら頑張って逃げなかったんですよ。ってことです。はい。そうなんですよね。癖が強くないですよ。そう、なんか最初はざっくり目標を決めようと思ってて、なんか400点くらいがやっぱり目安として、なんかとりあえず第1回目は頑張ろうと思って、そう、5教科400点目安として頑張ろうと思ってってやってたんです。でも1回目の時に400点超えて嬉しいってなって、2回目の時 MV 撮影とめっちゃ被ってたんですけど、400点超えてってこうやってなって、でもなんかもう1学期の成績通知表が来た時に結構良かったんです。結構良くて私も嬉しかったんですけど、でもなんかいや負けてらんないなと思って、3回目に450点を目指して頑張ったんです。で結果がめっちゃ惜しかったんです。すっごい惜しくって、いやめっちゃ あと何点かだったんです。数点で450だったんですけど、惜しくって、そうで取れなくて、頑張ったんですよ。440いくつは取れましたけど、そう90点平均、あとほぼ90点でした。そう、その時はほぼ90点で、で4回目はちょっといろいろ忙しくって、ちょっと、まあ、ペースもいろいろあったりして、まあ、今回は400点以上を維持できればいいなっていう気分でやってたら、まあいい感じになって、で今回の通知表見たら、すごく嬉しかったです。そう、嬉しくって、すごい5が多かったです。たくさん5がありました。5って感じでした。5って、そうです、嬉しかったです。そうっていうお話です、があります。やっぱり私はよく頑張った。4月から修行を重ね、約8ヶ月、一文字で9ヶ月、次も新年なのに私は今も勉強してる。なんて偉いんだ。自分で言うかって、すいません。
そうなんですよね。もう寝る暇もなかったです。なんかそう、私冬休みの宿題はちなみに結構終わってますもん。でもなんかそれよりなんか自分は冬休みの宿題はまあ彼子、まあ、頑張れば1日でできるんですよ。冬休みの宿題よりもあの自主勉強の方をしたくて、どちらかというとなんか自分の苦手なところに取り組むというのをしたくて、で今なんか授業を受けれてないのがたくさんあって、特に理科が全然受けれてなくて、だから理科をとりあえず今頑張って、今は力の働きです。で次もうみんな火山まで、火山なんか火山のなんか岩のことについて、火山の噴火の時にあるなんか岩について調べるみたいなのがあって、でその岩について今から勉強、これ終わったら勉強するんですけど、そう、それもあったりとか、そうリアン青木さん火山青木、火山噴火どういうことだ、理科が噴火、火山どういうこと青木理科、ハチミツ金管のノーアメノーベル、ちょっとごめんなさい分かんないですどういうことあ、理科と、あ、理科、あ、なるほどなるほど、理科ですね、あ、そういうことね、あ、なるほどね、あ、理科だ、そういうことか、なんだ、なんか火山で理科があるとかと思った、なんか岩で、わからんかったん、あ、クラッカーありがとうございます。え、そうで、それでなんか理科と社会もやばくて、あと数学は図形に入っちゃって、今日はやるのは社会と理科と数学です。これやばいです。英語と国語はまだ国語は文法頑張って、英語はまあ頑張っとけば大丈夫かなってくらいなので、とりあえずこの3教科を終わらせないとと思って今日もやります。大晦日だけど、大晦日じゃない、それが未来だってことですね。そういうことでございます。そうだからね、そういろいろお仕事もあってね、そうだからさ、もう塾もいろいろ行けなかったりとか、そうあるんですよね。皆さん塾行ってました？昔とか今も塾行ってるよって子もいるのかな、いますかね、やっぱいますよね。でもいますよね。あ、行ってました、本当ですか、行ってたんだ、大変ですよ。もうやっぱ中学の時行ってた方多い、そうなんだ、あ、行ってない方も、あ、やっぱいるんだ、私は公文を6年生まで行って、今はどこも行ってないです。そう、クラスで数学2位でした、マウント、はい、よかった、すごいですね、すごい、私数学苦手なのでそういう方本当に尊敬します、すごいすごいです。でもちなみに私計算をやってたんですけど、数学でよく一番最初に解き終わります。で先生に黒板書いてって言われて、はーいって言って書いてますそう、私はね、そう計算が得意なんです私。だからもう計算を一番最初に解いて、私ほとんど前、あの結構そうですよ、よくあのちょっとの差でそう勝てることもあるんですけど、そう計算はいいんですよ、計算はもう図形なんて何やかんや、平行四辺形なの長方形なの知らんがな、そんなん。あ、タワーすごい、ありがとうございます、タワーありがとうございます。
とうございます。そうなんですよね。そうなんですよね。そう、知らんがなってひどいですね。全くもう、え、何なんですかね。でもなんか、でもなんか二等辺三角形と正三角形とか、もうそんな三角形でいいじゃないですか、逆に言わせてもらえば。そう、やっぱりなんかそんなに三角形をこだわる必要ないと思ってて、だって三角形は三角形じゃないですか。で、四角形も四角形じゃないですか。長方形って言っても四角形じゃないですか。だから長方形って言っても四角形だから、そうそうそう、だからね。え、すごくないですか、私鼻に乗るんですよ。鼻が高くなったピノキオ軍。ピノキオ軍、鼻を高くして前進、はいほーっていうね、話が入ってこない、ごめんなさい。あー、成績表が、ね、今私ありますけど見せれない、とてもね悲しい。なんか下ら辺も見せれないですもん。つらいつらい。国語が5でした。国語5だったんですよ。え、それ自分でも意外だなと思って。国語そこまで、そんなすごいいい点数でもなかった気がします。でもないでもないでもない。うん、国語は5でした。で、社会が、まあ、いろいろあったんです、社会も。うん、社会はいろいろあったんですよね。まあまあまあ、人生そういうもんです。社会がちょっと、地理分野に入っちゃって、で、油断しちゃってて、そしたらすごい落ち、そこまで落ちてはないんですけど、4になっちゃいました。4になっちゃいました。4に、5から4になっちゃいました。5から4になっちゃいました。でも、結果的にそれ合わせたら5なので、次は5頑張ります。5を読んできました。で、数学がめっちゃ伸びたんです。なんか数学は1学期3だったんです、普通の成績で。あ、まあまあ数学苦手だもんなって感じだったんです。そしたら5になったんです。えらい。しかも図形も入ってたのに、すごくないですか。もう頑張った。そう、頑張った。え、私も泣きましたよ、この瞬間。これ見た瞬間泣きましたよ。で、理科は5です。相変わらずの5 英語も相変わらずの5です。はい、だけです。以上です。あの、はいっていう振り返りでした。そう、まあね、こういう大晦日なのでね、いい機会なので皆さんにも発表しましたけど、そうなんですよ。いや、あの副教科はまあまあ別にいいじゃないですか。なでもね、別に、あ、でもそこまで悪くないです。いや、本当にそこまで悪くない。全部まあ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 、これとこれが多かったです。そう、これとこれが多かったです。そういうことです。そういうことにしてきました。いや、そういうことです。てか、いや、1はないですよ。1はさすがに。だからそこまで普通ですよね、だってでも、ね、そう。はい、ということで、そういうわけでした。まあ、大晦日なのでね、あの、今日は大晦日なので、特別に、そういうことです。使ってくれてありがとう。ファンの方からいただきました。見てください、すごくないですか。
なんか一つだけブラックパールがいるっていうね。なんかここにもいる。あ、フワリンが茶色くなってる。すごい。あ、ちなみにこれ何飲んでるでしょうか。1コーラ、2、アクエリアス、3緑茶。パール見てこんな顔してる。あー面白い、かわいい。え、待って、パールピエンにもなってる。ほら、え、待って、フワリン口開いてる。あ、パールウィンクしてる。マリンに目開いてる。え、クレヨンしんちゃんいる。マリンに口開いてる。正解は何飲んでる、何飲んでるでしょうかクイズ。正解はでででででででてん、0番の水でした。これはさすがにわかりますよね。お尻パール。絶対 CM 絶対 CM。 いや皆さん、0番の選択肢忘れちゃないですよ。ダメですよ、そうやって透明だからって忘れるの。水が透明だからって0番も忘れるのはいけないですよ。何を言ってるんだ。いや、青汁は絶対飲まないですよ、もう一生。あ、おせち食べないんですよね私。おせち料理ね、そうあんまり食べないんですよね。おせちか、おせちはね、黒豆は知ってます、入ってるの。伊達巻きも知ってます。何、あと何があるんだろう。黒豆と伊達巻きしか知らない。そうそうなんですよね。あ、かずのこ、カズノコってどういう料理ですか。かまぼこ、あ、なるほど。栗きんとん入ってるんですか。栗きんとん最近食べるようになったんですよ、めっちゃ美味しいと思って。そう、あ、黄色いたらこみたいなやつ、なるほど。あー、わかりました、なるほどなるほど、わかりましたわかりました。なんかあれですよね、イクラみたいな感じのプチプチしてる感じですよね。あ、エビも入ってますよね。私はあんま食べないんですよね、おせち。そう、おせち食べないんですよ。そう、なんかやばい、これ忘れてた、だし巻き卵。ん、だし巻き卵違う、なんだっけ、卵焼き、あれ卵焼き入ってますよね。あれ、だし巻き卵じゃない。あ、伊達巻きか。あれ、さっき私伊達巻き言いましたね、そういえば。あ、忘れた、ごめんなさい、間違えました。あ、伊達巻きあれですよね、はたごんさん作ってましたね、そういえば見ましたね。え、すっごいですよね、私あんなん絶対作れない、もう。もう卵溶くところから無理だ絶対。うん、すごいです。なるほど、そう。なんか私もなんかよく祖母、なんか祖母の家でなんか出てくるんですけど、なんかやっぱり自分ちょっと苦手意識があってなかなか食べないんですよね。せめて食べるのはだて巻き。だて巻きも食べるかなって感じです。ってくらいかな。だて巻きが多分おせちの中で唯一食べれると思ってます。最近卵焼きが美味しくて、そうなんです。あのお弁当屋さんの卵焼きすごい好きなんですよね私。伊達巻きも好きです。だから多分
とお餅は食べないかな、あんまりお餅あんま食べないです。あ、いつの間に1万人の方が見てくださってる、ありがとうございます、ありがとうございます、見てくださって嬉しい、3ヶ月ぶりなのにすごい、ありがとうございます。ウニは美味しかったの、あ、ウニ、あ、ウニは、あ、ウニウニって感じでした、ウニウニって感じでしたね。そう、そうですね。はあ、寝たい。このベッド座ってると寝たくなってくる、だからウニウニって感じですって。え、なんかちょっと今コメント欄見てて思うことがあって、なんかコメントでなんかすごい、なんか、え、なんだろう、さ、なんかもうなんて言えばいいんだろうな、コメントではすごいなんか突っ込んでたり、あの、なんか結構明るい感じで喋ってるのに、いざ喋るとなんか全然そんなことなかった人が多いんですよね。そう、トーク会とかでなんかすごい、もうこうやってなんかイエーイみたいな、わらわらわらとか書いてるけど、そう、これわらわらわらとか書いてるけど、なんかいざ会ったらなんか全然みんな、あ、どうもみたいな、そう、あ、緊張しちゃうんだわ、ごめんなさいごめんなさい、そうなんですね。いや、だからそれがギャップ面白いなと思っていつも見てます。だからなんか大体予想するんですよ、なんかメールとかの文とか内容見て、なんかこの人こういう人なんだと思って、きっとこういう喋り方するだろうなと思って見たら、すっごいクールな人もいたりとか、逆にすっごい真面目な文章書いてて、会ったらすっごい明るい人とか、そういうのが面白いなと思ってて、そう、なんかそういうなんか文章でクールだけど会うとなんか笑っちゃう人は、なんかすごい笑って明るい感じの人って結構なんかね、面白いです、びっくりします、え、あなたあなたなのみたいな、あなたあなたなのあなた〇〇さんなのみたいな、え、そう、ギャップ萌え、ギャップ萌えってのありますからね、そうそう。そう、結構私覚えてますよ、トーク会で会った人。いや、なんかみんなそういう感じで、だからびっくりしちゃうんですよいつも。あ、可愛いでしょ、けんさん、ありがとうございます、嬉しい。そうで、よくそう見ると顔と名前一致してきました、頑張って、でもまだ覚えきれてない、簡単にごめんなさい、頑張ります。そうミレイちゃんもオーディションの時シャイだったよ。うん。うん。うん。あの時の方が真面目だったかもしれないですね。そうですね。マスクしか認知されてない。違います、違います。それはマスクの印象が強すぎるだけです。いつもマスク見ちゃうんですよ、最初に。じゃあ、マスクを見ちゃうんです、そういう人って。違う。あ、初見さん、たくさんありがとうございます。ルームフォローさせていただきます。嬉しい、ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。こんな。ありがとうございます。そう。違うんです。なんか、マスクの印象が強いんですよ。なんかよくマスクになんかプリント、なんか、ミレイの私の顔をプリントとか、T シャツにプリントしてくる人とか、おまけにはここに名前書いてくる人とかいるんですよ。安心してください。最初は確かにそのマスクの印象かもしれないんですけど、だんだん会ってるうちにちゃんと目も覚えてますし大丈夫です。だからそこは安心してください。確かにマスクに目がいっちゃうのもわかります。でも安心してください、大丈夫です、ね、だってビブスつけてる人とかいるんですよ。たまにビブスつけてたりとか、すごい私の目の前でね、大きな声で
キャッチフレーズをねしてくださる方とか、めっちゃマスクうちわを持ってくれた、うちわを持ってくださったりとか、マスクをねそのプリントアウトしてとか、お人形を作ってくれたりとか、いやすごいんですよ本当に。安心してください、覚えてます。いや安心してください、キャッチフレーズするところの目の前で見たわ。あ本当ですか。あ確かにそうだったそうキャッチフレーズがね、そうそうそうしてくださる方もいたんですよ。いや面白くて、あれです、別にそこがすごい面白いってことです。だからなんか何が言いたいかというと、だから何が言いたい、だから何が言いたいかというと、いやおとなしくしなくていいんですよ。だからその文章なんか文なんて言えばいいんだろう、なんか文章ですっごい明るくてヤッホーってやったら、あこんにちは、になってる人とか、そうだから、あどうもこんにちは、あ俺何々です、よろしくお願いしますって人とか、逆に文章すっごい真面目なのにユーザーっていたら、どうもこんにちはみたいな人とかでも本当に面白いですっていうことだけですっていう雑談でした。そう、なんか逆にこうやって今こうやって考えながら見てると、なんか名前書いてるとその下に文章が書いてある人とか、ギャップすごいんですよね。なんか多分東京に来てくれた人がちらほらいるんですけど、なんかそういう方たち見てると、なんかわらわらわらってつけてるのがびっくりしちゃいますそう、そんなところがね皆さん面白いってわけですし、もう皆さんありがとうございます。トーク会もたくさん楽しかったです。でもね、そうっていうことです。またねトーク会ね多分開催されると思うので会いに来てくださいね。よいしょ、今日前髪の調子悪いんですよね、つらい。そうなんです、ね、ダメだ、やっぱ前髪が良くない。あ、いくつになったの？まだ12です。今年の3月で13です。今年の3月？来年の3月だった。ごめんね。来年の3月で13です。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 時の流れは早いこっちゃ。なんかで、この前なんか TikTok 見てて、でなんかそこになんか SK のお知らせが上がってきて、なんか10期生オーディションのなんか応募みたいなのオーディションが上げてきて、ちょそれ聞いてくださいよ。でそれで聞いてください。でなんかそのコメントになんかその広告が来てて、どうと思って見てて、なんかそれが10期生のやつで、
10期生の動画が流れてた渚のイメージの、それが流れながらなんか11期生に応募してみましょうみたいなやつがあって聞いてますよ、ありがとうございます。なんか11期生に応募してみましょうみたいなやつがあって、で、あーと思って、あー上がってるんだと思って、いいなと思って、で、いいねがすごいついてて、へーと思って、つくんだと思って、で、コメント欄開けてみたんですよ、コメント欄をね、コメント欄開けてみたんです。あ、初見さんありがとうございます、初夏コメントありがとうございます。そう、コメント欄をね、そう見てたんですよ。そしたらね、あの俺でも大丈夫ですかってコメントがもうすっごいあって、あのこんな俺もいいかなみたいな、俺でも大丈夫ですかみたいな、あとそう、そういうコメントたくさんあって、そうそう、コメント欄見てたら俺でも大丈夫ですかって、こんな僕でもいいですかとか、そうそうそうなんです。実は残念ながらちょっと男性はねちょっと応募できないというのを言いますか、ごめんなさい、ちょっとすいませんね、ごめんなさい皆さん。そう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 、あ、しげさんありがとうございます、ありがとうございます。そうそうそうなんですよね。そうあとでもみんな、でもあの応募しますって人もたくさんいました。嬉しかったです、それ聞いて、あ、応募してくれるんだと思ってすごく嬉しかったです。10歳以上の女性でございます、あの女性でございます、はい、皆さん女性でございます。くれぐれも男性はちょっとご遠慮いただきます、ごめんなさい。あの逆にあのファンになっていただけると嬉しいです、はい。なんかなんだろう、なんか結構そうだから、そうやってなんか言ってる人本当に面白かったです、もうコメント欄見てほしいです、もう本当にそう、なんかそう面白くて、またなんかでも自信ないとこもたくさんいたんですけども、全然大丈夫です、もうぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。あのね、ちょっとでもやりたいなっていう方がいればね、この中にいるのかな、受けた方とか。で、処理年下来たらもう私びっくりしちゃいます、かわいいってなりますね。ぜひ来てください皆さん。そう、俺もチャイラブ踊りたい、あ、踊りましょう踊りましょう、はい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 、チャイムはファンがいいとしきメロディー、あー、そうなんだ、やっぱりゼストスクールの子たくさん受けるんだ、なるほど、皆さん楽しみにしてますね。そう、楽しみにしてる。そう、姉ちゃんが年下を可愛がってるところを見てみたいな、可愛がれる自信がない、大丈夫かな、だって私なんかあんまりなんかできるか不安、なんかこうやってあのなんかちょっとなんか正直全然人見知りじゃないんですけど、なんかちょっと緊張しちゃう、なんか年上よりどっちかというと年下の方がちょっと緊張しちゃう、なんか私変なことしないかなみたいな気持ちになっちゃいます。可愛いんですよね、でも大丈夫か大丈夫か大丈夫かって感じになっちゃいますね。なるほど、公園で小さい子と遊んでたっていう情報が来ました、昔です今も多分行けます、大丈夫頑張ります。そう、ね、押します、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。で、そのなんか応募の方法が10歳からってなってるんですけど、私も実はね10歳からね、あのオーディション受けて10歳の時に、あの入学じゃなかった、入部じゃなかった、加入しました、はい、なのではい、そうなんです、加入しました。だから皆さんね大丈夫です、私でも慣れました、大丈夫です頑張りましょう皆さん、入学でもない、入園でもない、なんだっけ、あ、加入です。そうです、加入です。だから、ね、皆さん、私でも慣れたので、皆さんでも絶対慣れます。
ね、少しでも夢がある子はね、ぜひ。そう、あの特設サイトもねあるんですけど、そこはあの私があの ガイドというかしているので、皆さんぜひちょっと見てみて、チェックしてみてください。来世応募書、あ、来世応募、あ、来世応募、あのぜひぜひぜひ来世に応募していただけると。そう、もうコメント、そう TikTok のコメント欄面白すぎたんです、ちょっといろいろと。そう、そう、私が入ったら有名になっちゃうっていうコメントとかすごい面白くて、そうそうそう。でもやっぱりあの俺が最高でしたね、俺でも大丈夫ですかって、ちょっと俺受けますねみたいな、そう面白かったっていう話です。そうね、来世人間じゃないと思います、確かに。ウインクしてでした。はい。ライスは虫の気がするって。何虫よ。何虫よ。12万人間違えました。1万2000人の方が来てくださってありがとうございます。ウインク何回できるの、いきます。だんだんなんかすごい怖くなっちゃったので、まあ5回くらいですね、ざっくり。あは、来世はやっぱ私はヒーローになろうかなって思ってます。そうですね、やっぱり、まあ、氷の火が出せるちょっとねヒーローにねなろうかなとか、なんとかかんとか思ってますね。そう、あとね、そうですね、あのヒーローのね高校入ってね、そうヒーロー生活したいと思いますっていう勝手な妄想。そうですね、いいじゃん、ありがとうございますみんな厳しいな、そうね、二次元すぎるんじゃ、わかんないじゃないですか、ライスもしかしたらなんかもう二次元になっちゃってるかもしれない。あーなんちゃんから LINE が来た。あーなんちゃんから LINE が来ました。そう、あーなんちゃんの名前恋人アナンにしてますから、あーなんちゃんも恋人ミレイにしてます。そう、そう面白い、そうかっこ恋人アナン、かっこ恋人ミレイにした、そう面白いですアナンちゃんは俺の彼女で、いや多分そのつもりはあのアナンちゃんもないと思いますね。はーいはーいうーんね、でも違うチームになってしまったけれどもね、まあ、絆は永遠ということで。え、そう、公演の継続もねあるので、皆さん We are growing up これからも楽しみにしていてくださいね。はいはい、そういうことです。あー、よいしょ、
ってことです。皆さん、確定になります。はい、以上です。とここで終わるわけではありません。マキコさんなんかマキコさん思い出しちゃった。そうだ、違う、マキコさんの、違う、マキコさんじゃない、違うと、ここで終わるわけではありません。今回はある発表をしに来ました。会社から預かっておりますじゃなくて、じゃないんですよ、違いますよ。ちょっと待った、チーム301を昇格、誰が昇格するのよ。みんなチーム301研究生いないのよ。俺たち研究生いないんですよね。ここでね踊ります。やっぱね、せっかくたくさんの方が見に来てくださってるので、中曲として何か踊りたいと思います。何を踊るかは私も知りません。よし、はね、チーム301昇格ね、やったね、やったね。はい、そういうわけでございます。何やろうかな、何やろうかなって思ってるんですけど、よいしょよいしょ、あーやばい、ちょっと体がなんか座ってたらビョンビョンになっちゃった。何を踊ろうかなっていう悩んでるんですけど、やばい、救急車が、あ、ちょ、間違えた、パトカーか。教室の片隅で会話してるは踊れないし、奇跡は間に合わないだろうはちょっと今日は無理だし、ってことで今日はショールーム初披露のあの曲を踊りたいと思います。聞いてください、あの3ヶ月前に、あの 3ヶ月前に、なんかあの、9月か、9月は踊れなかった曲踊れなかった曲がめっちゃ踊れるようになめっちゃ踊れるようになってて、そう、すごい踊れます。あ、タワーまた来てる、たくさんありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、そう、ありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。ということで、ちょっと待っててくださいね。誰が酸っぱいんじゃ。はい、ということで、はい、ですね、はい、ということで皆さん、初見、あ、ご初見さん、ごめんなさい、
ごめんなさい、初見さん、ちなみに言っておくと、こちらのミレフレンズっていうフワリン、マリリン、パールちゃんって、ね、3匹いて、で、そうで、これがミレフレンズなんですよ。たまにおふざけが出ちゃいます。ごめんなさい。ということで、ちょっとでは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 早速踊りたいと思います。ではね、あ、ちなみにこのパールちゃんじゃなくてフワリンは連れて行きました。トーク会に。そう。じゃあね、早速やっていきたいと思います。てか今何時なんだろう。っていう素朴な疑問。何時がやってるんだろう。え、もう2時がやってるんだ。全然知らなかった。じゃあそろそろですね。ということで、レモンといえばあの曲。お待ちください。
とうございます。疲れた、やばい、疲れた、もう、何か新世代のコンサート、あ、ちょっと間違えた、何か、あ、レモンっぽかったですよね。いやー、レモンの階段でした。新世代のコンサート配信のが流れました、ごめんなさい。もうね、レモンのね階段でしたけども、あれ、あ、あれ、まあ置いといて、楽園の階段を聞いていただきました、ありがとうございます。はい、それでは、ここでリクエストを募集したいと思います。新世代コンサートで歌った曲でも、まあ、曲がメインで、あの皆さん何かこれが聴きたいよっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いてくださると、こっちやって、これコメント欄に書いてくださると嬉しいです。はぁ、すごいワンハーフなんだよな、やったのが。ワンハーフでしかやった。そうなんだよな。初かな、みきな。ああ、かわいい、賛成かわいい。なんだろう。未来とは、うん、やるとはもういい。どうしよう。シネマハモルームはちょっとこのスカートではできないのよ。ちょっと。そうなのね。マハモルームはこのスカートでやったら大変なことに。1ルーマ、2ルーマ、3ルーマ、4ルーマ、どうしようかな。うん、1ルーマーでもいいよあ、キスケキとかもいいな、ね、可愛いですよね。あ、片思いファイナリーもいいですね。うわー、いい、片思いファイナリーいい。でもね、あ、やばい、あ、やばい、あ、足がつった。あの、片思いファイナリー、あのフル踊ってないので、あの、いれいれだだだだだ、あの片思いファイナリーフル踊ってないので、1番と2番を違うポジションでやります。いただだだだだ、そしてショールームではね、初のキス聞きでございます。で、片思いは青海さん連れてこないと。いや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 、いただだだだだだだ、とりあえずキス聞きやります。キス聞きはあのイサビも同じポジションで歌います。できるかな、不安になってきちゃった。もう一回やりましょう、ごめんなさい、最初からやりましょう。よし、じゃあ行きます。
普段やったことないです。ありがとうございました。ブヒブヒブヒ。どうですか。イエス。
フルだった。フルだってことはつまり、つまりのここからやってやらなきゃいけないのと、あと2番は違うポジションで1番のやつをやります。はい、お願いします。え、待って、ストップです。テンテテテンテテンテンテテン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 テテンテテンテンテテン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 、あ、あ、え、これか、あ、ごめんなさい、間違えました。もう一回いきます。
今日は隣に誰もいなかったので切られませんでした。安心安心。はい、はい、ということでありがとうございました。ちょっと休憩しようと思います。はあ、はあ、やばい、分かれちゃった。前髪直してきます。しばしお待ちを。やっぱしんどいな。よいしょ。はい、あ、ダメだ、もう前指が動かちゃった。よいしょよいしょ。はい、ということで、よいしょよいしょよいしょ、うん、はい、ありがとうございます。鏡持ってこよう。かわいいですよね、私の鏡。これファンの方からいただいたんですよ。かわいい。よし、ダメだ、諦めよう。諦めました。こっからのスクショはハッシュタグミレイ汗だくだく。よいしょ。はい、ということでまだまだね、新世代コンサートのアーカイブは見れますので皆さんぜひチェックしてください。あの、もう恥ずかしい前髪。ぜひぜひチェックしてください、お願いします。はい、というわけなんですけれども、ミレイアセアセにしましょう。ハッシュタグミレイアセアセでこっからの写真を載っけるときは、だからといって撮るのもダメですよ、そんなこと。お願いします。はい、ねえ、ごめんなさいね、今日着替えないんです。そうなの、ごめんなさい。なんか大陸みたい、なんかアフリカ大陸みたい。え、本当にどうしよう。アフリカ大陸、前髪がアフリカ大陸、アフリカ大陸。流行らせよ、前髪がアフリカ大陸。ん？前髪がアフリカ大陸。あ、初見さんありがとうございます。うーん、やだ、もうやだ、いつのことは君全部分けちゃいたいくらい。やだ、もうセンター分け、ダメだ、もういい、ダメだ、もう、つらいよ、ダメだ、やばい。なんかショールームで映ると変になるんですよね、なんか。でもこれも変だけど、ドライヤーで乾かしたくなってきた。やばいやばいやばい、ダクダクだ。え、大変、やばいよ。センターになってからセンター分け、うまい。ドライヤーかけたら、ね、ドライヤーかけに行こうかな。ドライヤーかけるか、最後はいい感じで終わりたいしね。確かに、ドライヤーかけようかな。
これでいいよ。では嫌だー、あ、いや、ではね、時間もね結構経ってますのでね泣きそう。時間も経ってるので最後にね締めたいと思います。って言ってまた汗かくんですよ、これでダンスやっても心の声。何やるかというと、私も覚えてません。何やるんだっけな、何やろうかな。来年もヨロピク、ヨロピクじゃなくてさ、ちょっと早いですまだ。思い出した、年明け配信はやると思いますか。やります、明日もやるのでね。ちなみにビッグニュース、明日もやります。明日も10時から、そんな長くはできないんですけどやりますよ。ちなみにねなので貴重な2日間でございます。あんまりねできないのでね最近は。イエーイ、起きれるかなって、もう起きなかった人も知りません。私はもうそれはもう知りません。私もじゃあアラームを10時じゃなくて9時にかけといて1時間前に起きた方が一番最適です。10時だよ。何やるかは私も分かりません、まだ。やだーってことでってことで、あ、ちなみに明日おみくじも引きに行きます。だからおみくじをここで開けようかなとか、ショールームで開けようかなとか思ってたり思ってなかったり。だから皆さん私と一緒にね、なんと私のねおみくじが見れちゃうというね、スペシャル豪華な特典もついております。明日はい、もういいや、よし。ミレイちゃんが起きれる、ミレイちゃんのことは心配しないでください。大丈夫です、寝坊します。ではなんだっけ、あ、じゃあねラスト2曲、あのもうどうせ汗かいちゃう曲だ、どっちもどうせ汗かいちゃう、大変。もうじゃあもうどうせ汗かいちゃうね、どうせ汗かいちゃう、いきます。大丈夫です、寝坊しますわ、草おいおい、こらでは行きます。え、あれだよね、よし、ちょっとお待ちください。
ありがとうございます。ミライトアでした。はい、それではね、最後の曲を減らしたいと思います。皆さん今日はね、長い時間ね、たくさん本当にありがとうございました。本日はありがとうございました。
べたい。ダメだ。まあいいや。どうなってんだかな。おーおーおお、結構乾いた方であります。よいしょ。待ってくださいね。まだ口で溶かしてないですから。あたりもすっかり真っ暗になり、あたりもすっかり真っ暗になりましたが、皆さん元気ですか？ということでね、皆さん今日はたくさんありがとうございました。オッケー、オッケー、オッケー、ありがとうございました。あ、すっごい楽しかったです今日。ハッシュタグドライヤーミレーで、オッケー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 。あの汗汗とドライヤーミレーを皆さんぜひ。ということで今日もたくさんの方が16,843人の方が見てくださいました、ありがとうございます。はい、今日はですね8時から。大富豪もやろうと思うので、もうビッグイベント多いですね。今日すごいよ、明日もすごいよ。そう、8時からなので、皆さんぜひ、私は多分今大富豪です。そう、大晦日なのでね。でも大晦日、今日は紅白歌合戦がありますね。私も見なきゃいけません。なぜかというと、まあわかりますよね。多分わかるだろうなと思います。ではね、ダメだ、やっぱ汗だな、汗だ。大変、今日もありがとうございました。皆さん良いお年を。ハッピー、間違いだ。なんだろう、こういう時って。良いお年を。Have a nice time。まあいいや。まあいいや。まあいいやん、まあいいや、まあいいや、まあいいや、いやいや、でもあの大富豪しながらね紅白聞きます。主権さんも今日はたくさん来てくださってありがとうございました。では皆さんに、ね、良いお年を、良いお年を。明日はなんと朝10時から、朝10時から配信したいと思います。明日はですね、私がおみくじ引いてくるので、あのおみくじをね、おみくじの開封おみくじを開けます。配信で開けて皆さんに結果をお伝えします。ぜひね、皆さん見てくださると嬉しいです。ではまた来年の1月1日、明日じゃないかい、1月1日です。皆さんぜひ来てくださいね、お願いします。本当にね、今年1年たくさんありましたが、いろいろと本当にありがとうございました。なので来年も皆さんぜひ私のことを応援してくださると嬉しいです。来年は13です。じゃあいきます、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 0 1 0、ありがとうございました。またね、明日10時からだよ、バイバーイ。あと8時から大富豪ね。バイバーイ。